カラフトアオアシシギは、チドリモクシギカクサシギ族に分類される鳥類。インド北東部、タイ南部、バングラデシュ、マレーシア、ロシア東部かきに、サハリンで繁殖し、和名の由来になっている。陶器になると、インドやバングラデシュ、マレー半島へ南下し越冬する。日本では主に周期に渡りの途中で稀に旅鳥として、飛来する。全長29から32センチメートル。 腹部や腰、お歯は白い羽毛で覆われ、お歯には黒い横縞が入る。頭部は大型で、相対的に目は小型。くちばしは太く、やや髪型へ反り上がる。くちばしの色彩は黒く、基部は黄緑がかる。講師はやや短い。講子の色彩は黄緑色で和名の青足や英名の由来になっている。幼鳥は上面つらが、 灰褐色の羽毛で覆われ、羽根縁が白い。夏は,は、上面が黒褐色の羽毛で覆われ、羽根縁が白い。喉から胸部にかけて黒褐色の反紋が入り、英メスポッテッドの由来になっている。冬は,は、上面が灰色の羽毛で覆われ、泡褐色の縦縞が入る。 写真遠征出現や日形に生息する。植生は動物食で魚類、甲殻類、誤解などを食べる。繁殖形態は卵生。カラマツの木の枝に草や木の枝を組み合わせた巣を作り、6から8月に2から4個の卵を産む。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している。 環境省による1997年における生息数は少なくとも1000羽以上と推定されている。絶滅危惧 i イエありがとうございます。